ちは、ソフィアです。今回はラビスタ観音崎テラスに宿泊いたします。横浜から少し足を伸ばした横須賀市にあるんですけれども、京急の横浜駅からだとだいたい40分弱ぐらいですね。最寄り駅は京急の馬堀海岸という駅でございます。で、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回ですね、旅行にぴったりなこのおカバンをプレゼントいただきまして、そちらのメーカーさん、ガストン・ルーガーというスウェーデンのカバンメーカーさんとのコラボレーション動画にもなっております。途中ですね、このおカバンの良さですとか、私が使ってみた超正直レビューなども挟まりますがはい、それ以外は本当にいつも通りなので、あまり身構えずコラボレーションできるようになってよかったねと温かい目で見守っていただければと思います。さて、電車は京急の堀之内駅に到着いたしました。ここから各駅停車の浦賀駅に乗り換えて、さらに2駅進みます。で、そこからは送迎バスを予約してありますので、ホテルのお迎えを待つという感じですね。2時、3時、4時とか1時間に1本くらいなんですけれども、チェックインの時間に合わせてバスを利用することができるので、車で向かわなくてもそんなにアクセスは難しくないかなと思います。そのホテルの送迎バスのピックアップポイントは、この声優と郵便局の間で丸がしてあるんですけれども、特にね、何の目印もなくって、いや、ここでいいんだよなみたいな、私ここで待ってたけど見つけてもらえなくって、もうとっくに出発してるとかなったらどうしようって、この道の途中で途方に暮れてたんですが、はい、ちゃんとバスが来ました。皆様安心して郵便局の端の方でお待ちくださいませ。で、ちゃんとね、ラビスタ観音崎テラスって大きく書いてあるマイクロバスが到着しますので、予約名を告げて乗り込みます。心配性なんで結構ハラハラしましたけれども、ちゃんと乗車することができてホッとしております。ホテルまでの乗車時間はだいたい10分程度でした。ホテル到着前にこのラビスタ観音崎テラスについての情報を少しお伝えしますと、もともとですね、2022年まで営業していた観音崎京急ホテルをリニューアルし、今年2023年8月4日に新しく生まれ変わったばかりの施設でございます。もともと建っていたホテル棟、すべてオーシャンビューの60の客室、そちらに加えて海辺のグランピング棟というのが15室新たに加わりまして、様々な宿泊スタイルを選択できるようになったそうです。で、この施設内には温泉施設も充実しておりまして、はい、源泉は油壺温泉だそうです。油壺っていうのは聞き慣れない音の方もいらっしゃるかもしれませんが、我々神奈川県民にとっては京急油壺マリンパークの CM でおなじみの地名でございますね。はい、そんなどうでもいいことを言っておりました。着きました。お疲れ様でした。で、バスはですね、ちゃんとこの正面玄関のところに寄せてくださるんですけれども、降りた瞬間これですよ、これオーシャンビューが過ぎるって感じなんですけれども、このホテルの名前にも大変ふさわしい景色が広がっております。ちなみにラビスタというのはスペイン語で眺望という意味だそうです。今回はホテル棟を予約しているんですが、そちらのチェックインは15時スタートとなっております。で、私は少し早く到着したので手続きだけ先に済ませて、鍵の受け渡しが始まる15時まではこちらのラウンジで待たせていただくことにしました。ここではですね、コーヒーマシン24時間稼働しているので、いつでもコーヒーやカフェラテ、紅茶などが楽しめます。で、お茶やこのジュースはウェルカムドリンクとして17時30分まで提供されているそうです。冷たい麦茶の先にはプールも見えておりますね。こちらのお菓子ですね、お茶菓子として自由に取ることができます。私も1個いただくことにしました。双眼鏡も貸し出し無料でございますので、天気がいい日には待ち時間も飽きることなく過ごせちゃうんじゃないかなと思います。こちらのラビスタなんですけれども、
みんな大好きドーミーインを運営している共立メンテナンスの施設でございます。なのでこういったねちっちゃな嬉しいサービスが本当に館内至るところに溢れているんです。また後ほどご紹介していきますね。で先ほどいただいた蜂蜜のパイもこのお土産屋さんで抜かりなく販売しておりましたので、気に入ったらどしどし買って帰りましょう。このお土産屋さんは24時間利用できるそうで、お土産物の他にもソフトドリンクやアイスクリームなど普通の売店としての機能も充実しておりました。でもね、売店いらないくらい本当に無料サービスがいっぱいあって、アイスキャンディーや乳酸菌飲料、そして夜泣きそばですね。もうこれでもかっていうぐらいお腹が忙しいスケジュールになっちゃうと思います。このラウンジの外にも出られるようになっていたので、ちょっと出てみたいと思います。風が割と強かったので少し肌寒さも感じましたが、この景色と日差しの相乗効果でとても気持ちの良い空間でした。先ほど右手の方に見えていた茶色いボックス型の建物がグランピング棟となっており、キャンプとホテルステイのちょうどいいとこ取りができるような設備となっているそうです。このブランコはねちょっと乗る勇気なかったんですけど揺らしてみました。はい、そんな感じでちょうどねお時間になりましたのでお部屋に向かいたいと思います。必要なバスアメニティはすべてこちらからピックアップしてお部屋に向かいます。ですが大浴場にはクレンジングリキッドや化粧水、乳液、洗顔など大体のものを置いてありましたね。綿棒などもありましたので、まあ、ほとんど持っていかなくてもいいかなと思いました。小さなサイズ、大きなサイズの館内着も大変充実しておりました。 XS から LL、 あとね最後 TL だったかな、この大きいやつ初めて見ました。とてもラージですかね、なんだろう今回ご用意していただいたのは3階のラビスタツインというお部屋でございます。眺望に期待ですね。というわけで早速お部屋入っていきましょう。扉を開けてまず目に飛び込んでくるのはやっぱり期待通りの青い海、広い空でございました。お部屋も大変綺麗にリニューアルされております。それではルームツアーしていきましょう。入り口入ってすぐのところにはクローゼットがあります。まずはなくてはならないハンガーたちでございますね。で予備のタオルのお知らせとポーラの消臭スプレーがかかっていました。こちらは床ごと言いまして、温浴施設に行くときに使えるタオルのセット、そしてビニール袋が入っております。スリッパはサンダルのように結構しっかりした素材でできておりました。別館に行くときに一瞬外の道を通るんですが、そこにも入っていっていいみたいです。インルームロッカーの影に隠れるようにこの虫さんセットがそっと置いてありました。殺虫剤と虫除けですかね。確かに虫はたくさん見ましたけれども、ほとんどトンボとガーぐらいだったんで、まあ、害はそんなにないかなと思いました。季節によってはちょっと分かりかねます。で冷蔵庫の中には、はい、こちらは忘れ物ではございません、ホテルからのプレゼントでございます。お茶とビールですね。私ビール飲まないんですよね。なんかビールが楽しめる人生だったらもうちょっと楽しさ増えたんだろうなと思うことがございます。で寝室の方は空気清浄機やタオルをかけるラック、そして荷物置き場も広いですね。引き出しがたくさんあるテレビボード、そして大きなテレビがドンとお部屋を印象付けております。右の扉にはお茶などが入っております。お湯で溶かすタイプのほうじ茶、煎茶、そしてドリップコーヒーが2つずつですね。アイスペールもこちらに置いてあります。で下の引き出しには予備のタオルが2つずつ入っております。フェイスタオルとバスタオル2枚ずつです。で隣の引き出しにはですね、マグカップとグラス、マドラー、そしてコースターが入っておりました。ビールを注ぐのに似合いそうなグラスでございます。そしてパジャマが M サイズと L サイズ1つずつ入っております。先にお知らせした通り、これ以外の小さいサイズ、大きいサイズは自分で必要なものを持っていくスタイルです。
お隣にはですね、小さめのライティングデスクがございます。鏡には可愛い扉がついております。デスクの上にはアクセサリートレイとメモパッド、ボールペン、そしてハウスフォンが置いてあるんですが、なんかくるまってました。珍しいですね。これは本来は広がってるとかじゃなくて、もともとこういうセッティングなんでしょうか。これ昔家に置いてあった電話にすごい似てるんですけど、キャッチフォンマークって久々に見ましたよね。このキャッチって私より若い世代の皆様、何かわかりますか？椅子はご覧の通り、座る面も背もたれもふかふかで、とっても使い心地が良かったです。その向かい側にはですね、ソファーとサイドテーブルのくつろぎコーナーがございます。色やディテールもとっても落ち着きがあって、大人が楽しむリゾート旅っていう雰囲気にぴったりかなと思います。で、テーブルの上にはまた小さなお土産がありまして、こちらのウィンドサーフィンクッキーは地元の横須賀のメーカーさんが作っているそうで、私はこういうお茶受けのローカルお菓子っていうのがどんなものなのかなって見るのがすごく好きです。はい、続いてベッド周りを見ていきましょう。映し忘れてしまったんですが、それぞれのベッドの両サイドにUSB Type A のポートが2つとコンセントが挿せるようになっておりましたので、電源関係は結構充実しているかなと思いました。こんな感じで奥側のベッドからも寝転がりながら、この青い綺麗な海と空を楽しむことができるお部屋になっております。もちろんバルコニーにも出られるようになっておりますので、ちょっとお外に出て見てみたいと思います。おそらく今まで私が紹介してきたホテルの中で一番海を近くに感じられる景色なんじゃないかなと思います。こちらは3階なので程よく遠くも見渡せて、でもちゃんと肉眼で波打ち際の波しぶきなども見られるという、とってもちょうどいい位置になっておりました。では水回りもルームツアー続けていきましょう。バスルームもいろいろとリニューアルが施されておりますが、お部屋に比べると少し古さは感じると思います。私は建築のこと全く詳しくないですけれども、やっぱりそれがユニットバスじゃないところの難しさなのかなとか思いますよね。それではお風呂場アイテムたちをご紹介していきます。ヘアドライヤーはこちらですね、イオニティと書いてあるので、おそらくパナソニックのものだと思います。ラビスタシールが貼ってあります。ハンドソープはこちらですね、サラヤのフェイス&ハンドソープ。で、このキラキラコップの青バージョン初めて見ました。こちらの巾着袋の中にはトイレットペーパーの予備が入っております。で、ハンドタオルが一つお手拭き用にかかっております。シンクの下にはレトロな脱衣かごと足拭きマット、お手洗い用のスリッパとゴミ箱がまとまっております。こちらのトイレットペーパーのカッターはですね、鋭い切れ味だったので、お手元どうぞお気をつけてお使いになってくださいませ。お手洗い本体はこんな感じですね。最後にバスタブ周りでございますが、シャワーはですね、手で持つシャワーがあって、オーバーヘッドのシャワーはございません。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープはこちらですね。とても久しぶりの登場です。はい、どこで出てきたやつか覚えていますでしょうか。出てきていないやつだったらごめんなさい。最初に申し上げた通り、やっぱりこのバスタブの周りのタイルとかは傷みやすいのかなっていうことで、まあ、こんな感じになってますね。ただこういうシャワーの蛇口とかこの棚とかですね、新しいものには付け替わっているので、そんなに嫌な感じはしないと思いますし、大浴場もね、貸し切り風呂もありますので、お部屋のお風呂そんなに使うことないかなっていう方にはあまり関係ない部分かなと思いました。はい、以上今日がラビスタツインのお部屋ルームツアーでございました。長くなりましたがお付き合いありがとうございます。なんとなくですけど、お部屋のちょっとレトロな感じとか広さとか作りがホテルシマスプリン村にね、
なんかほんのり似てて、私はそれも嬉しかったですね。はい、全然共感されない感想だと思います。はい、ではですね、館内の探検に移りたいと思います。まずは貸し切り風呂を見に行きました。横長の館内を登ったり降りたりも合わせて大移動していくんですけれども、24時間営業の貸し切り風呂が5つ用意されていて、予約は不要です。それぞれのお部屋の入り口にあるライトがついていれば使用中、消えているところは自由に入って入浴することができます。貸し切り風呂ではございますが、浴室の撮影は禁止ということでしたので、詳しくはラビスタ観音崎テラスのインスタグラムでご確認ください。ヒノキや石造りなど5箇所それぞれ違った雰囲気のお風呂を楽しめます。大きさも様々でした。そしてこちらのスペースでは湯上がりサービスとしてアイスキャンディーが15時から24時、翌朝の5時からは乳酸菌飲料が無料で提供されています。私も夜大浴場と貸し切り温泉をはしごして最後にアイスもらいました。ではついでに温浴施設スパッソも見に行きたいと思います。一旦外に出ます。でこのグランピング施設が広がっておりまして、右手を見るとこの白い大きい建物が温浴施設となっております。夜は結構この辺り暗かったんで、夜いきなり来てお風呂行こうとして、え、どこってなるかもしれません。右側を振り向いてくださいませ。すぐございます。こちらが入り口ですね。現在は宿泊者のみ専用施設となっておりますので、一般の方の立ち寄り利用はできないそうです。ここからは今回旅行用のバッグをプレゼントしてくださったガストン・ルーガのご紹介を少し挟みたいと思います。ガストン・ルーガはですね、スウェーデンのバッグブランドなんですけれども、持続可能な材料を使用した生地、そして環境負荷の軽減などサスティナブルなブランドを目指すという企業理念を持っている会社です。でですね、今回私が選ばせていただいたこの大きなバックパックなんですけれども、これもですね、動物皮革の代わりにビーガンレザーというアニマルフリー素材を使用していて、それだからこそ防水なんですよこれ。私は普段から特にビーガン志向ではありませんので、動物の皮を使った靴とかバッグとかはもちろん持つんですけれども、これはね、単純に素材がめちゃくちゃ素晴らしいなと思って今回使わせてもらってすごい好きになりました。旅行好きな皆さん、おすすめです普通に。なんか製品提供してもらったからそんなこと言うんでしょって思うかもしれないですけど、これねすごい便利、本当にめちゃくちゃ荷物入ってるから見てほしいんですけど、これは非常用の手提げ袋ですね。ミセスエリザベスマフィンの30周年記念のバッグです。それからポーチが2つ、結構大きめですね。着替えとか、もろもろ入ってます。これはもう YouTube 用です。ケーブルとかスタンドとか入ってて、あとコスメポーチも結構かさばりますよね。あと手帳と、無理やり突っ込んできた化粧水のボトルがそこに入っております。はい、で一番重要なのがこちら、旅行の時でも常に仕事をしなくてはいけない自営業者の私ソフィアでございますけれども、パソコンがね16インチまでの大きさがすっぽりと入るサイズになっているんです。こちらのカバンはスプラッシュ 2.0-16 という読み方っていうか分かんないですけど、20リットルのバッグでスーツケース持っていくほどでもないんだよなっていう一泊旅行に本当ぴったりだなと思います。私が大きいカバン買うときに一番気になるのはサイズ感で、特に正面から見たときにカバンがこう両脇からはみ出して見えるのがちょっと嫌なんですけど、これはねギリギリ大丈夫でした。私ちなみに、ね、172-173cmあるので平均的な日本人の男性ぐらいのサイズなんですが、もしね女性の方でこれはちょっと大きすぎるかもなっていう方は、一回り小さいモデルもありますのでそちらもいいんじゃないかなと思います。で素材はね結構サラサラとしてるんですが、もしかしたらちょっと擦り傷的なのには弱いのかなって思いました。マットな素材ってなんかシャサササって擦れた後つきやすいじゃないですか。それがね若干蓋がかぶさってる本体の部分に、見られたので、それはどうしても嫌だっていう方はやめといた方がいいと思います。あんまいないと思いますけどね。
はい、そんなわけで今回ですね 15% オフになるクーポンも皆様に使っていただけることになりましたので、概要欄をチェックして公式サイトでのお買い物を楽しんでください。このクーポン私も使っていいのかな同じ素材の斜め掛けバッグ、スプラッシュクロスボディっていうやつちょっと欲しくなっちゃってるんですけど、担当者の方にちょっと確認しようかな。私も使っていいでしょうか。 15% オフのクーポンは2023年12月末日まで有効となっておりますので、年末年始ね、ご旅行増えるシーズンですので、新しいおカバンで新しい気分でお出かけするのもいいんじゃないかなと思います。ぜひご覧になってみてください。はい、ご紹介は以上です。ということでご飯食べに行きましょう。今回は1泊2食付きのプランを予約しておりまして、夜はお食事処サチにてコース料理でございます。まず一品目はオードブルですね。左のグラスからごぼうのムース、トリュフ添え、サーモンマリネ、サンマの燻製、パテドカンパーニュ、秋野菜のピクルスが綺麗に盛り付けられております。前菜と一緒に食前酒として桃のシロップが入ったグラスにスパークリングワインを注いでくださる演出もございます。お酒が飲めない場合はワインの代わりに炭酸水を選ぶこともできます。そして次に運ばれてきたのが2種類のパン、クッペとナチュール。そのままでも美味しいですが、オリーブオイルとバターもついてきます。次に運ばれてきたのはパスタです。秋らしくかぼちゃのニョッキ、ポルチーニと大黒しめじのトマトソースという一皿です。ほんのり甘みがあるかぼちゃのニョッキと酸味の効いたトマトソースがとっても合っていて美味しかったです。で、このレストランは海の景色も楽しめるんですけれども、夜の間はですね、光の反射が強かったので、あんまりこの室内からは海を見ることはできませんでした。海を見ようと外を眺めていたら次のお料理がやってきました。こちらは温かい栗のポタージュスープです。で、次がお魚料理、本日の鮮魚のポワレ、プロバンス風というお料理です。今回ラビスタブランドには初めて泊まったんですが、まさかね、こんなにしっかりとした美味しいコース料理が出てくるとは正直思ってなかったんです。なんとなくね、なんか道民委員の仲間みたいな感じで思ってたんで、この素晴らしいコース料理には大変驚かされました。お肉料理は2つの中から選択制となっていて、今映っているのは国産サーロインのロースト、ポルトソースというお料理です。もう一つは鴨胸肉のロティ、グランマニエ風味も選ぶことができます。実はこの後メニューには載っていないんですが、締めのご飯もののご提供、またはこのチーズ、どちらかお選びいただけますがいかがですかとお話がありました。ご飯物はね、ちなみに穴子ご飯とお漬物とお味噌汁だったかな。はい、ちょっと食べられそうになかったんで、チーズと、あと最後デザートですね、さつまいもとリンゴのタルトにカスタードのソースが添えてある秋らしいデザートプレートとなっておりました。お飲み物はコーヒーまたは紅茶、ホット、アイスを選択することができましたので、私は温かいミルクティーでこのディナーの締めといたしました。大変お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ディナーの開始時刻は17時半、18時半、19時半スタートの3部制となっておりまして、私は一番早い時間を利用いたしました。まあ、それがなぜかというのは後々わかると思いますので、まずは温浴施設、そして貸し切り風呂を楽しんでいきたいと思います。私はこっちのスパッソの露天風呂、特に寝転がり湯みたいのがあるんですけど、そこがすっごくお気に入りです。とてもね、開放感がある作りになってるんですけれども、空を見上げると結構ね、星が綺麗に見えたんですよ。一瞬ここは神奈川県内だっていうことをね、忘れます。それぐらい良かったです。はい、では湯上がりにはやっぱり夜泣きそばですよね。やっぱり儀式として夜泣きそば食べないと気が済まないので、私はそのためにご飯を一番早い時間に予約いたしました。それぐらい食いしん坊です。はいお部屋への持ち帰り提供はしていないそうなので、レストランで作ってもらってその場で食べるスタイルになっております。なんか以前と見た目変わりましたかね。そんなことないでしょうか。ラビスタだから違うのかな。味はね、以前と変わらずでした。あっさりとした醤油ラーメンで、麺の量も程よく、
夜ちょっと小腹が空いたタイミングにはぴったりの夜泣きそばでございます。夜になると海の向こう側に様々な夜景が見えるんですけれども、左手の方にひときわ高さのある光の塊があってですね、あの辺がランドマークタワーかなーなんて思って見ておりました。いつも見ない角度の夜景なので面白かったですね。それでは波の音とともにおやすみなさいませ。おはようございます。それではこの旅一番の楽しみと言っても過言ではない朝食ビュッフェをご紹介していきたいと思います。本当に本当に品数が豊富です。こんなにあるんですよ。で、地元食材を使ったコーナーも充実しておりましたので、まずはそのあたりからご紹介していきます。はい、こちらイクラ、シラス、マグロ、タイ、甘エビ、のせ放題でお好きな海鮮丼を作ることができますし、もちろんたっぷりとお刺身だけで楽しむのもありだと思います。お魚を楽しみ尽くすためのお醤油もこんなにあります。そしてタコや鮮魚のカルパッチョ、赤目の酢の物やマグロのカマと三浦大根の煮物などなど、三浦半島ブース大充実でございました。そして作りたてお料理コーナーも充実しておりまして、オムレツステーションでは焼きたてのオムレツ、この和食のコーナーでは揚げたて天ぷらを好きなだけ食べられます。ご覧の通り和食のおかずたちの充実具合がすごいです。サクサク揚げたて天ぷらに合わせたいお蕎麦もございます。白米、ビーフカレー仲良く並んでおりまして、ポタージュスープ、けんちん汁、あら汁、こちらはスタッフさんよそってくださいます。ご飯のお供コーナーもすごいことになってまして、気がついたら白米3合ぐらい平らげちゃうことになりそうですね。はい、洋食コーナーもすごいですよ。いろいろなねボリューミーなおかずが多くて、こちらはキッズコーナーです。小さなお子様も食べるメニューには困らないと思います。子供用カレーもありました。で、最後になりましたがサラダコーナーでございます。お野菜はもちろんコールドミートやチーズも充実しておりました。サラダコーナーの裏側にはデザートもしっかりと揃っております。牛乳プリン絶対食べたいですね。フレッシュフルーツと隣にはシリアルのコーナーもございました。それでは私の朝食ラインナップご覧に入れたいと思います。まずは海鮮丼作りますよね。私イクラ大好物でございますので遠慮なく乗せました。あとはですね、こんな感じでまた結構な量になっちゃいました。いや、今回も本当に食べまくりの一泊になりましたけれども、食と温泉、そしてこの海を楽しむ3点セットですよね。横浜はもちろん東京からも1時間弱で来れちゃう場所としては、近場でプチリゾート十分旅行気分も味わえてとってもいいなと思いました。というわけで今回の一泊もそろそろチェックアウトのお時間でございます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタン押していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。またコメントでの感想もお待ちしておりますので、どうぞお気軽にお寄せくださいませ。それでは次の動画もどうぞお楽しみに。またねー。